キューブを削除してモディファイアプロパティでサブディビジョンサーフェスを選択します。ビューポートのレベル数を5、適当に床のマス目2個分くらいの大きさに調整します。サブディビジョンサーフェスの上段メニューで適用をします。オブジェクトデータプロパティでシェイプキーをプラスボタンで2個追加します。タブキーで編集モードにして UV 球を小さくします。 GZ で下に移動、タブキーでオブジェクトモードに、右のシェイプキーでキー1を選択し値を1にします。タブキーで編集モードにして UV 球を拡大、GZ で上に上げます。UV 球の底に点を打ちたいのでひっくり返します。コントロールプラス7で真下からの視線に変えて中心を打ちます。1で真正面からの視線にします。透過表示とワイヤーフレーム表示にします。プロポーショナル編集にして影響範囲を調整をします。 GZ で上に持ち上げます。今度は GZ で下に下げます。ソリッド表示に切り替え、オブジェクト表示に切り替えます。シェイプキーの値を動かすと縮小拡大します。シェイプキーの値を0にして右クリックでキーフレームを打ちます。タイムラインのスライダーを25フレームにして値を100にしてキーフレームを打ちます。タイムラインで動きます。モディファイア追加からサブディビジョンサーフェスを選択、ビューポートのレベル数を2に、モディファイア追加からディスプレイスを追加、新規をクリック、テクスチャータブにテクスチャーを表示、タイプをクラウド、サイズを 1.8、 オブジェクトデータプロパティでタイムラインのフレームが1の時の値を1にします。右クリックでキーフレームを挿入します。タイムラインのフレームを25にしてキーフレームを挿入します。
モディファイアプロパティにてディスプレイスを選択します。新規を押します。爆発した時の煙をイメージして粗さを調整します。タイムラインのスライダーを動かして様子を見ます。オブジェクト、クイックエフェクトのクイックスモークを選択します。ボックスを縦長にして拡大し可変を中心に合わせます。フローソースの表面からの発生距離を 0.5 にします。右クリックでタイムライン25の場所でキーフレームを挿入します。キーフレームを30に移動します。そこからプラス1で31の場所でスライダーを置いときます。表面からの発生距離を0にしてキーフレームを打ちます。タイムラインを再生します。煙と炎がついてこないので、ボックスをクリックし物理演算でタイプをフローに集合化してまたタイプをドメインに戻します。炎と煙がついてきました。中心のフローを選択し、フロータイプを火炎、煙にします。タイムラインを再生します。分割の解像度を64にします。タイムラインを再生します。フロー部分のベース部分を見えないようにアウトライナーでチェックを外します。これで炎と煙だけになりました。ボックスのボーダーコリジョンの下にチェックを入れます。火炎の反応速度を 0.2 にします。火炎の最大温度を5にします。適
にチェックを入れます。追加する解像度を20。設定で分割の解像度を128にします。終了フレームを100にします。タイプをモジュールにします。リジューム可能にチェックを入れます。消滅にチェックを入れて時間に20を入れます。データをベイクします。ノイズにチェックを入れるプレス係数を2にします。ノイズをベイクします。タイムライン再生、シフトプラス A でボリューム、オープンルー DB をインポートします。キャッシュフォルダを開きます。A で全選択し、オープン VDB をインポートします。タイムライン再生、表示された VDD の位置と大きさを合わせます。最初のドメインをクリックし、タイムラインを進めます。 VDD の位置と大きさを合わせます。キーフレームを打ちます。2点間のキーフレームで補完モードリニアを選択します。ドメインファイルを非表示にします。爆発の動きをチェックします。シェーディングモードに移動します。VDB を選択します。 VDB を拡大します。新規を押してノードを作ります。密度属性にデンシティ、ノイズを入れます。レンダリングモードにします。追加で属性を入れます。名前にフレーム、ノイズを入れます。カラーと黒体の密度をつなげます。ライト関係を非表示にします。
化で数式を入れます。スイカを乗算にします。値を1000にします。追加、カラーランプします。属性、カラーランプ、乗算を複製します。フレーム、ノイズをデンシティ、ノイズにします。値と密度を結びます。下の乗算の値を2000にします。上の乗算の値を500にします。これでレンダリングしてみます。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。